吉本通氏、日本学術会議。仕事の結果に対する補助に切り替えるべきがネットではない。内容はこちら。橋本徹氏が、日本学術会議は仕事の結果に対する補助に切り替えるべきと発言したようです。では橋本徹氏の発言を見てみましょう。橋本徹、日本学術会議。年間10億円の予算は団体運営補助金。国の政治はまだこんなことをやってんのか。大阪は各種団体について団体運営補助から事業補助に切り替えた。各種団体から凄まじい反対にあったが、団体運営補助は団体を堕落させる。学術会議の予算も仕事の結果に対する補助に切り替えるべき。これは賛成。仕事の結果に対する補助に切り替えるべきです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。菅さんのおかげで、こんな既得権益があることが分かりました。堂々と外した理由を説明して、会の意義を議論してほしいです。こんな期間、はっきり言って潰してしまってもいいのではないでしょうか。次はこちら。任命拒否であらゆるあらが表面化しましたね。これが目的の一つだったのでしょうか。もしかして菅総理の狙いはそこだったのかもしれませんね。次はこちら。何もせずとも定期的に定額の収入がある政治家の方々も同様ですが、何が起きているかを察知してそれ相応のものが必要ですね。少しでも無駄を排除していくことかなと思います。菅政権は行政改革推進内閣ですからね。無駄なものはどんどん変えていきましょう。最後はこちら。私も今回の件で疑問を感じたので発表された資料の調査を始めました。反対理由が学問の自由で、わからない。学問の自由は学術会議に異様今が持つてるでしょ。自分たちの既得権益を守るために騒ぎ立てる学者たち、それが全てを物語っていますよ。結論。マスコミと特定野党とオパヨラがワーワーギャーギャー騒いでいることが答えなのではないでしょうか。日本にはびこる無駄は全て変えていく。それでいいと思います。菅政権、期待しています。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。